ジョージは南アフリカ共和国西ケープ州にある都市である。人口は約19万人。ジョージはウテニカ山脈の山麓にあり、南のインド洋や北のウテニカ山脈とはそれぞれ1 0キロメートルほど離れている。西のケープタウンと東のポートエリザベスとを結ぶガーデンルートの中間点にあり、北のショーカルーボンチやオーツホーンとの間にも鉄道や道路が通じる。 空港もあり、近くに観光地も多いため、観光や交通の拠点となっている。また、豊富な雨量のため森林が多く、林業やそれを加工する木材や家具の生産が主産業となっている。ジョージは地中海性気候であり、一年を通じて降雨があるが、やや冬の降雨が少ない。インド洋からの湿った空気が、ウテニカ山脈にぶつかるため、南アフリカで、 最も降雨の多い地域の一つである。1776年、木材の確保のためオランダ東インド会社の全焼基地が作られたのが、ジョージの始まりである。その後、オランダからイギリスにケープ植民地が割用されると、イギリスはケープ植民地東部の本格的な開発を決定し、スウェレンラムに代わる東部の拠点として1811年にジョージに町を建設した。 豊富な森林資源を利用したホロギッシャや家具、材木によってジョージは成長し、この地方の中心都市となっていった。1845年には、北の大津ホーンとの間にモンタギー陶芸が開通し、消華ルーや内陸部に向かうルートが開かれた。人種はカラードが大半を占め、言語はアフリカンス語が7割弱と主流となっているが、古佐人も多いために、 コサゴも多く使われている。ジョージの隣町、ウィルダネスのビーチ現在では、気候と交通の便の良さのため、観光の拠点となっている。ゴルフ場が多く、宮ヤと愛と北田類が、日本代表として優勝した2005年に、ワールドカップ女子ゴルフの開催地となった。2010フィファワールドカップ、日本代表のベースキャンプ場所として使われている。 自然あふれる景観が人気で、毎年9月にイチゴの収穫期に行われるストロベリーフェスティバルの開催地である。ありがとうございます。